皆様こんにちは。池田佳代子の世界を変える100人の働き人です。最近街では求人のフリーペーパー見なくなりました。もうスマホにね、媒体を変えています。でも紙の求人フリーペーパーが大活躍している世界があります。それが少年院や刑務所です。少年院や刑務所におられる方々向けの求人フリーペーパーを作っていらっしゃる三宅明子さんに今日は来ていただきました。三宅さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、ね、普通のフリーペーパーって見なくなったけれども、はい、スマホもコンピューターもない、はい、世界がありますので、はい、そこに、だからその受刑者向けの求人、はい、資料によると三宅さんは、はい、商社にお勤めだったのに、はい、そこを辞めてそれでこういうことをなさった、はい、すごくこう飛躍があるように思うんですけれども、その辺のお話ちょっと聞かせていただけますか。はい、2015年に、うん、前職の大塚商会という会社を退職しまして、うん、で今度は人の人生の背中を押せるような仕事がしたいなっていうふうに思ってたんです。うん、それで、人材育成の会社とかそういうところに転職しようって思っていた矢先に、友人の、愛知県で解体業をやっている氷室建設さんという会社の社長をやってる友人から電話があって、うん、でそこは生きづらさを抱えた人をすごく多く受け入れている会社なんですね。引きこもりとか前科前歴ある人とかで、今後もそういうこう需要がたくさん増えていくと思うんだけれども、でもいきなりその全部ハイハイって受け入れて、で翌日から危険な解体現場に全員出すわけにもいかないだろうから、うん、だから何かこうその就職するまでの自立の訓練をする学校のようなものを作ろうと思っていると、うん、まあ、そういうふうに言われて、でもしそれが本当に実現した時にはそこの講師になってほしいと言われたんですよね。うんうん、それでまあその向こうは愛知で私は東京でしたし、あんまりそのそれが実現するとも思えなかったんですけれども、ピンとこなかった最初は。そのはい、そうなるとはあんまり思ってなかったんですけ ど、うんうん、でも私がその人材育成の会社に転職しようとしていて、うん、人の人生の背中を押したいって思っていて、その範疇ではあるなと。ありますよね、すごくね、はい、思ったので、それでまあじゃあそういった、うん、非行歴のある人とか犯罪歴のある人に多く会って話をたくさん聞いておこうっていうふうに思ったんですよね。うん、それで奄美大島にある少年たちが入る自立援助ホームっていう施設とか、あと東京にある受刑者とか出所者を支援する NPO 団体、ありますね、はい、帰るお家がない方なんかの、はい、帰るところにして、そうですそうです、あそういうところに行って当事者のお話をいろいろ聞いて、はい、ボランティアさせていただきながら、ああボランティアしながら、はい、聞いていたんです。その中で、うん、やはり出所者が、なかなかやり直しができないっていう事実を知ったん現状を知ったんですね。私も報道でしか知りませんけれど、はい、半分が戻ってしまうっていうのを読んだことがあります。はい、
で、それはやっぱり仕事がないとか続かないとか、あるいはこうそういうことでまた刑務所に戻るようなことをしてしまうっていうこと。そうですね、続かないとか、それ以前に、仮出所できる方はとりあえずの行き先があるので、ああ、そうなんですまか。だその間に自立のための準備ができるはと思うんですけあ、はい。ど、それができない満期出所の方はもう帰る場所もない、家族からももう帰ってくれるなっていうふうに見放されていて。とりあえず漫画喫茶とかネットカフェとかに、そうなんです、行っても住所がないと仕事って探せないんですよね。でもスマホも解約されてて持ってないし、それであっという間にわずかな所持金を、しかも所持金も まあ1万2万あればいい方みたいな感じだったりするんです。であっという間にわずかな所持金を使い果たすと生きていけないので、でも刑務所の中であれば生きていけるので、それでわざわざ自ら些細な何か犯罪をして捕まって施設刑務所の中に逆戻りする人がすごく多いっていうのを知ったんすでごす。く多い。はい。で、それでこういう求人フリーペーパーを作ろうというふうになったんですそか？こに至るまではまだあるんですけど、まあ、それで、誰かなんとかできないのかなって思っていた時に、奄美大島の子供の施設で仲良くなった当時17歳の女の子が少年院から手紙をくれまして、それでまあ事件を起こして少年院にいますと。でそれを見て、彼女がいた施設っていうのはすごくいい施設だったんですけれども、で彼女は両親も健在なんです、父親も母親も、まあ、元気でいるんですけれども、どちらからも別々に育児放棄をされたり虐待を受けたりしていて、悪いことばっかりしていたところに帰るしか彼女には選択肢がなかったんですよね。で、私選択肢ってすごく大事だと思っていて、これしかないだと何できない、やらない、言い訳になってしまうと思っているので、なんか一つでももう一つ選択肢があったらなって思って、で私がこう身元引受人として私も名乗り出ることにして、はい、まあ釣ったもんだの挙句本当にそうすることになって、でその時に自分がもし彼女はどんな環境だといいのかなって考えていた時に、もし自分がそういった人たちを背中を押せるような何か仕事をした始めたとして、それを通して仕事とか家を見つけることができたら、その履歴書とかも嘘をつく必要がなくって、そういった過去があるからかえって同じような環境の人たちに親身に接することができて、過去がこう生きるなというふうにじゃないかなというふうに思ったんです。それでとりあえず何をするかまだ決めてなかったんですけど、そういう会社を作ろうって思ってこのヒューマンコメディという会社を作って、ヒューマンコメディっていうんですね。そうなんで、です。その17歳のはい。方を引き取るっていうか。はい、1年間一緒に暮らして、今も親代わりとして、そうですはい、か。
で、ヒューマンコメディを作、はい、作られました。はい、はい、で最初は、うん、そういった少年や刑務所、あ、まあ、非行歴犯罪歴のある方専門の有料職業紹介事業としてスタートをしたんです、うん、で有料ってことは誰からお金をいただくんですか？紹介先の企業、紹介先からね、はい、うん、で3ヶ月間続いたら4ヶ月目から、月額いくらの職紹介料を1年間いただきますよとか、そういうモデルだったんですけど、全然そこまで続かないみんな、あ、じゃあ求人の方からも求職の方からも需要はあって、お仕事はスタートしたんだけれども、その仕事のモデルだとうまくいかなかった。需要もそんなにその時はなかったんです。特にその働きたいと紹介してほしい、うん、仕事を紹介してほしいっていう人が、その紹介業をやってた1年半の中で20人。それは仕事として成立していませんね、ビジネスとしてね。全くしないですね。で面談して、内定が出た方が5人、である程度期間続いた人は1人です。あ、はい、だからこの1人からしか1年半やって収入がない、収入はなかった、はい、それでよく諦めませんでしたね。その時はだからこれではいかんなと思っていて、うんうん、何かないものだろうかって思ってた時に、そのある協力企業にお邪魔したら、うん、求人誌がこう積んであって、でこれどうしたんですかと言ったら、工業高校向けに求人誌を作ったんですよっておっしゃっていて、で中見せていただいたら、当時私が営業してたような、うん、建設系の会社とかが何社も載ってたんですよ、うん、おー、それでこれいいんじゃないのと。刑務所の中はもうインターネットとか使えなくても紙社会なので、な、ね、うん、作って配っちゃえばいいんじゃないなって思って、それで思いついて始めたと。でその15年にして、じゃあそれが2017年ぐらい、求人書出したのは2018年ですね。このチャンスですね、はい、ここに現物を一番新しいのとその前のを持ってきていただきました。これは年 何回発行するんですか？4回です4回、はい。でね、画面ではちょっとお伝えできないけど、ものすごくね、ずっしりするね、いい紙使ってるんですよね。ありがとうございます。で70何ページもあるの。最新号はそうですね。ね、それで連載があって、ペペさんという女性2人組の、はい、もう刑務所の超アイドルですよね、はいはい、こう慰問でもうボランティアで500回以上、すごいですね、公演をコンサートをなさる、ね、はい、でそのペペさんの連載があり、あとインタビューもあります、はい、三宅さんがインタビューしていらっしゃって、最新号は青木さやかさん、はい、ね、あと連載とか特集があり、いやもう本当充実していて面白い。ありがとうございます。だけど真ん中にあるのはあんこの部分は求人、はい、それがまた面白いんです。皆さんこれね、最新号だけはヒューマンコメディのサイトで読むことができます、はい、ぜひご覧になってみてください。でフリーペーパー、刑務所の中、施設の中、塀の中はフリー、塀の外は、塀の外はお金取るの？最新号は、うん、弊社のウェブから無料で見れます、はい、見れるけど紙は
紙媒体はとか Kindle は有料です。お Kindle でも、はい、すごいすごい。でこの表紙で笑ってる若者もこのチャンスでもって就職した方なんですか？この号はそうですけれども、うん、そうチャンスで就職した人とは必ずしも限らなくて、限らない。でも何かしらその少年に入っていたり、刑務所出てたりっていう有資格者有資格者いいですね。有資格者ね、はい、はい。でそうすると16年からって言いますと今何年目に入ってるんですか？2018年の3月からなので、うん、丸5年が経って。すごい、ありがとうございます。で年4冊だから、はい、21号が出たんですね。出るところなんですね、はい、すごいですね、はい。で最新号ちなみに何社ぐらい求人があるんですか？32社。すごい、いやすごいですね。それで何部ぐらい吸ってらっしゃるんですか？これ今は最新号は3900ですね、はい。でそれをどうやってその塀の中に運び込むんですか？それは、全国の少年刑務所、うん、ありますよね、うん、それぞれに送ります、うん、郵送で、うん、そうすればあちらが中にその各施設で判断をして、各工場に置きたいから、うん、あと貸し出しも。工場っていうのは、はい、いろいろなこう作業所があって、木工だとか、はい、なんだとかいろいろあって、ですです、はい、それを一つ一つ工場っていうんですね。工場っていうんです。でそこに置く、そこに置き、そう、全部に置きたいから、だから80部送ってくれとかそういう刑務所もありますし、あと多分うちの施設は見せないですっていう刑務所も中にはまだあると思う。まだあるんですか、はい。へえ、なんででしょうね。うーん、でさっきヒューマンコメディ社、はいはい、ヒューマンコメディってね、私フランスの作家の18世紀の作家のバルザックの作品のことをこうヒューマンコメディっていうから、はい、そこからかなって。牢屋に入ったりする人もいるからね、ね、それ かなと思ったら違うんですね、はい、ウィリアム・サローヤン、ね、サローヤン、アメリカの作家のヒューマンコメディっていう作品がお好きなんですか？はい、いや、そうか、そうですね、一番父からもらった小説で一番好きな小説です。へ、はい、男の子が郵便配達の アルバイトをするんですね、はい、それで小さな町の住民たちとのいろんなことがあるっていう、はい、なんかそういう小説ですよね。そうなんだ、サローヤンだったんですよね、バルザックだと思ったら、うんうん、でこのチャンス印象的なのが全部ルビが振ってあることです。はい、これはどういうことですか？漢字が読めないって方が結構いらっしゃるんですね。結構おられる、うん、大多数ではないけれども、はいはい、小学校も途中くらいしか行ってないって人も中にはいるので、教育機会を持てなかったっていう、はい、普通社会にはそういう人ってそんなにたくさんいないと思いますけれども、刑務所や少年院の中にはじゃあ大変その多いってことですよね。そうですね、私講座をある刑務所でさせていただいてるんですけど、その中にはまあつどつど人数が違うんですけど、まあ、8人くらいいたら、うん、毎回じゃないけど1人2人はいたりとかはしますね。刑務所の中の講師をしてらっしゃるんですか？はい、講座の就職のこと、いえ、じゃなくて全然、うん、はい、全然違うの？
あんまり就職とかそういうのではないです、はい、生き方みたいな、はい、ちょっとそのお話も後で伺いたいんですけれども、はい、ソウルビであること、それからだからそのルビがなければこういうあの印刷物が読めない人がそれだけたくさんその刑務所にいるっていうのはなぜなのかっていうことを社会が考えなきゃいけないですよね。そうですよね。そういう人々は、はい、その刑務所に入れるんじゃなくて、はい、なんていうのか支援したり保護したりっていうことがなければいけないじゃないですか。でもそれがなかったから刑務所に行き着いちゃったっていうことだったりしますよね、はい、そのルビがちょっとこうハッとしました、うん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 、あとね印象的なのが、はい、あのここにあの求人広告を出したいという社長さんたちに対するあの注文がすごく厳しいんです、はい、次の次をちょっと出していただけますか。はい、掲載のお打ち合わせ前にご確認いただきたいこと、あお一人お一人の社長さんと、まあ、今はもうテレビリモートで遠方の場合はウェブでもやります、はい、でも会いに行ったりしてできる限りもう全国ですもんね、はい、そうですね見てるとね、はい、でその打ち合わせする前にこの条件をあのお宅は満たしてますかっていうことなんですよね、はい、ちょっとすごく面白いっていうか興味深いんですが、1番ハローワークで受刑者と専用求人を出しているか、はい、ハローワークってそういうのあるんですね。そうなんです、一般求人の他に受刑者等専用求人というのがあって、うん、あるんですね。違いはどこの施設に面接に行けるかっていう欄があるということなんです、はい、うん、はい、なるほど、はい、で2番目が協力雇用主制度への加入、はい、これはどういうことですか。これは法務省と厚労省で作っている制度で、はいはい、そういった少年刑務所出た方の中で仮釈放中の方を雇用した時に、うん、その仮釈放の期間、まあ大概2ヶ月とか3ヶ月とかなんですけど、その期間は月額最大8万円までその国が企業に対して奨励金を出しますよと。で3番が採用内定した方で身寄りのない方が仮退院仮出所する場合の帰住先っていうんですね、はい、帰ってあの住む先、はい、帰住先身元引受人にあのなってもらえますかっていうこと、はい、社長さんが 身元引受人になる、大体そうですね。それで住まいとかを、あ4番ですね、寮や社宅などの住居支援、はい、自分ではあの賃貸契約ができなかったりする、そうですよね、はい、あの何ヶ月分もどんどん払わなきゃいけないからね、したりとか、そうですそうです。なるほど。そして、5番目が出院出所後の当座の生活費の支援、給料一部日払いと前借り等、さっきあのそんなにお金持ってないんだ、数万円あればいい方だっておっしゃいました、はいはい、何年入っていらしたとしてもいいですか、はい、そうなんです。でもここまでやらなければやっぱり引き受けるってことは、あの出てきた方が社会で一歩を踏み出すのが難しいっていうことを、ね、家があればあのそうでもないですけど、そうですよね、寮や社宅っていうの、はい、これまでやっぱチャンスで応募してくる人って、うん、あのそういう帰る先がない人がもう圧倒的に多かったので、それとかその事件を起こした場所に帰りたくないっていう方もおられるんじゃないですか。そうですね、あのそういう人は貸しを変えてやり直したいとか、はいはい、そしたらねやっぱ住むところがあったらいいんだけど、必要ですね。でもそう、あのあまりにやはりそのハードルが高いんですよね。高いと思いますよ。やっぱこれ満たせる会社って現状も建設系ばかり、うん、建設系が多いですね。そうなんです。解体とか飛びとか、はい、足場組みとか、はい、
多いですね、はい、でも難しいですよね建設系って。私もそのこの仕事をする前に自分でも一番厳しそうなところを体験しておこうと思って、その最初にその電話をくださった愛知の氷室建設の社長、はい、今掲載してくださってますけど、うん、そこにお願いして、うん、10日間解体の作業の手元って言ってもう一番きついとこをやらせていただいたんです ね。正直死んでもやりたくない、もう、もう本当尊敬しました。すごいなって、日本ってこういう人たちに支えられてるんだなって思って。でも男でもこれ、うん、ちょっとなかなか続かないなって思って。あ、そう、はい、そうなんだ。もう見る目が変わってきます。あ、本当、はい、うん、だからやっぱいろんなもう職種を全業種掲載したいなって思っています。そのために今はというか今月からは、はい、この1番と、はい、ハローワークに出すこと、はい、と6番、代表者の方の顔写真、はい、これが必須、うん、で2345は、あればいいけどみたいな、あれば望ましいけれどもなくても大丈夫です。もちろんそれはチャンスに求人広告を載せられますっていうことに変えられる、はい、変えました、はい、へえ。そしたら普通の求人になんか近づきましたね。そうですね、要はその企業側がそういう人からの応募であるってことを知っているっていうだけで。で、そういう会社にはね、はい、その入所経験のない人たちもいるわけですよね。もちろんです、はい、その方々もこう社長がいくらやると言ったってね、はい、その他の社員さんたちがそれはいいですねって言わなきゃやっぱり社長としても応募できませんよね。オープンにしている会社がほとんどですけど、うん、オープンしない会社もあります。でも社員がこれ見たら分かる、見たら分かっちゃいますね、うん、でもそういう微妙なところもあったりするんですね。面白い。そうですね、うん、で、これいいねっていうので広告載せてくださる社長さんっていうのはどういう人たちなんですか？自分もやっぱりこう何か力になりたいとか社会貢献したいとかそういう人なんですか？ご自身もそういった前科前歴とか非行歴がある方もいらっしゃいますし、はい、だから今度は自分が、助ける方の側になりたいっていう人もいらっしゃいますし、あと、まあ、別に全然関係ない、頑張ってくれれば働いてくれるうちは関係ないっていう方もいらっしゃいます。ただ、うん、そういった方全く採用したことはないけど社会貢献になるかなって思って、人でも足りないしぐらいだと、あ、やめた方がいいと思いますよとは言います。三宅さんの方でお断りになっちゃうこともあるわけなんですね。断るとまでは言わないけども、でもそうですね、断ることもありますね、うん、無理だと思いますって。それやっぱりあちらとお話をしてみて、はい、三宅さんが判断する、はい、普通の求人誌ではないので、うん、当社もそこまでちょっと責任を持ちたいなと、うん、なるほど。あくまでそのね、うん、その監査とか、うん、そういうのではないので、うん、私の感覚ですけれど、うん、でもこんなことあんまり言っちゃいけない、うん、求人 のページが面白いですね。そうですか、うん、社長のね、その満面の笑顔があって、はいで、はい、それで「きつくない仕事なんかないんだよ、頑張ろうよ」とかね書いてあったり、あって、それでその次に何でしたっけね、イメージ、採用後のイメージ、採用後のイメージ、あれも社長が書いてるんですか？はい、こんな感じで仕事があって、うちは例えばいじめとかないよ、ないのが売りですとか、夕食、仕事のある日の夕食はこっちで作るからみんなで食べるんだとか
釣りに行くんだとか、希望する人にはゴルフを教えるとか、はい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 、いろいろ書いてあります。まあ、あと、まあ、具体的にそのいくら1年働くと一生懸命頑張れば月収30万になってボーナスもついてとか、まあ、そういう具体的な数字が、ね、はい、入ってたりとかですね。はい、で、ハッとするのはですね、その罪状や病気ですねによっては、うちはちょっとこれはお断りしてるんだというのをはっきり書いてあります。はい、業務のなんだっけ、だからね、高いところに登るようなお仕事で転換とかいうのは、それは確かにそれは向いてない、だからこれは排除じゃなくってなんだなっていうのが分かります。はい、だからで、そのうちはこういう人はちょっとっていうのが社によって違うんですね。違いますね。はい、覚醒剤とか殺人とか性犯罪とかいろいろその会社によって違う。それは三宅さんとこう相談しながら、いや基本的にはその会社で決められてます。はい、なるほど、ね、どうなんですかって聞かれることもありますけど、うん、あ、そういう風にね、はい、まあ、殺人は再犯率はものすごく低いですよってお伝えしたり、はい、なるほど、はい、窃盗とかは軽犯罪に見えても意外とその常習性がとか依存性が高いですよとか、うん、なるほどね、はい、そういうところもなんかぶっちゃけ、はい、最初からもうですから、社長さんにしても会社にしてもいろんな個性があるので、はい、そのうちはこういう人を引き受けるけど、はい、うちの能力じゃ無理ですみたいな感じであって、そうですそうです、はい、排除という感じがしませんでした。あ、そうなんです、はい、排除、ね、はい、それにそのそれがいいな、手紙でしか基本通信ができないので、うん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 、無駄なやり取り、不要なやり取りをできるだけなくしたいんですよね。そうですよ、はい、だから、はい、人生こうやり直す人にとってね、無駄な時間をね、はい、過ごさせるわけにはいかないですよね。そうなんです。だから皆さんすごく面白いんです、その社長さんのページが。でみんなでご飯食べるテーブルが写ってたりね、はい、飲み会の写真があったり、飲み会の写真が会社の雰囲気をできるだけこう伝えるように、ね、社員旅行がありますとかね、ですですいろいろで、中に美容師、はい、美容師さんっていうのがあって、はい、あって思いました。で全く資格がなくても育てるからって言うんですよね。そうですね、はい、あんなのさっきね、一番最初にお話になった17歳の女の子みたいな子がね、それ見た時に、あ、そういえば私は美容師になりたかったんだとか思ってつながってくれたらいいですよね、うんうんうん、そうですね、少年院からは、はい、ポツポツ応募がありますね、うん、でもやっぱ男性の職場が多いです。そうなんですよ、それはそのさっき の条件のハードルもありますけど、うん、でも理美容業とか、はい、女性のみの菓子の製造販売とかそんなのもあったんですけど、なかなかその女性って過去をオープンにして仕事を探さないんですよ。なので女子刑務所にも漏れなく配ってますけど、そもそもその人口、刑務所人口が、まあ、そうですね、はい、男子9女子1、はい、ですし、うん、塀の中ではあんまり就職活動をしていないな、男性に比べたらしていないなという感じです。男性がっていうか塀の中の就職活動っていうのはどういうものなんですか。まあ、これももちろんハローワークから書類が来てる、はい、就労支援制度という制度があって、はい、その刑務所によってその応募できる、うん、就労支援制度を受けれる時期っていうのは違うんですけど、うん、
結構多くの施設では出所の3ヶ月前から希望者はそういう制度を受けることができますよってしていて、ハローワークが入って、あ、はい、で、あの探すことができる、できます。うーん、じゃ あのチャンスというね、三宅さんのこのフリーペーパーができる前から当然あの考えてみたら当然なんですけれども、刑務所からもうすぐ出るっていう方々は職探しをしてたわけですね。でも割と近年ですね。あ、そういうことし始めたのは、はい、近年っていうのは10年とかですか。そんな昔じゃない。安倍総理が再犯防止をすごくあの強く掲げて、であの各行政にあのこう伝えて、刑務所の中でもそういうハローワークとつなげようみたいな、はい、あの名古屋で、名古屋刑務所で、あ、名古屋刑務所でひどいことがいろいろありました、はいはいはい、虐待とか、はい、あ、その刑務所の中のその改善という一環で、はい、開かれた共生っていうことをテーマに、あの改善を進めてきてはいるんですよね。だから15、16年とかですかね。まあ、そんなにはならないかな、はい、なるほどね、はい、だけどもそう、あのどこかであの三宅さん書いてらしたけど、その刑務所に用意されているそういう書類がね、読んでもわからなかった、そのハローワークの求人票だけでは理解ができなかったっていう方の声が、はい、そうなんです、な、何人も聞きました。何人も、はい、理解できないっていうか、まあそれは社会にいる私たちが見てもそうなんですけど、あの A4 の白黒で書かれたその条件だけ書かれたあれを見ても、やっぱそう、どういう会社か分かんない。そういうことがあって、このなんていうか、ですです、はい、社長の個性とか、はい、会社の雰囲気、はい、いろんな条件以外にもそういう感じでなかったですね。そうですね。あと、そう、なんかこうパラパラっと読むっていうか見る、うん、見たいって思えるような、うん、やっぱそういうのに、だからカラーに、全部カラーにしてますし、ね、本当にあの立派なあのフリーペーパーだと思います。そして後ろの方にですね、チャンス専用履歴書というのがあるんですね、はい、でそれを切り取ってそれにこう書き込んで、それを三宅さんのところに送るわけ。そうです。あの、まあ、厳密に言うと刑務所の中ってこういうのをあの本を切り取ったりできないので、切り取り線はあるんですけど、あのこれと一緒に、うん、あの履歴書を別の紙でつけてご本人に、うん、ね、ツルツルのいい紙だからちょっと書きにくいなと思いました。あ、そうなんです。あれで書いてくる人はあんまりいないんですね、うん、はい、で私もあの印刷してみたんですけれど4枚あります。あのこれちょっと大変なんですが、はい、まあ、私ちょっとあのカラーマーカーで書いちゃったけどもありがとうございます。あの4枚書くんですね、はい、あの犯罪歴とか自分の気持ちとかも書く。これね、あの書くの大変なんじゃないかなって、はい、ものすごくそのご本人にとってはハードルが高いと思います。ね、だからあのちょっと言い方を変えると、はい、そこでこうふるいにもうかけられてると思いますね。うん、厳しいな。でね、はい、このと履歴書から、はい、あのそうなんだって知ることとか いろいろあります、はい、きつい厳しいね、人生の重荷を背負って一歩を踏み出そうとしている人々なのだっていうのがこのあの履歴書からねこう伝わってくるんですが、はい、例えばその名前とかね書いた後にね、可能な通信回数、可能な面会回数、これは何ですか。人によってその手紙を月に何通出していいとか、はい、面会何回までいいとか決まってるわけ。そのお給料もそうですし、保証金もそうですし、その等級によって違うんですよ。等級っていうのは態度、入った時は一番低くて、そこから
上がっていくんですけど、うん、最初はもう月1通とかですよね。なるほどね。多分でこのチャンスを読んだきっかけ、これ面白いんですね。施設内に掲示、はい、これはさっきその各工場作業場に置いてもらうっていう、はいはいはい、刑務官がくれる時ある。そういうとこありますね。あと就労支援担当者、この就労支援っていうのがさっきおっしゃったそのもうすぐ出所という時に、はい、あのハローワークとつないでくれたりする。そうですそうです。そういう人が見せてくれたりする、はい、あと同州、州は大衆の州なんですけれども、はい、その刑務所仲間っていうですですことなんですね、はい、で親や知人がさっていうのを差し入れてくれる、はい、でその他、はい、面白いです。そして家族関係を書くところがあって、はい、面会通信がありなし、面会の回数は1ヶ月に何回って書いてあったりして、あと離婚の予定ありなし、家族関係良好普通悪い、はい、まあ、あくまで参考ですけどね、はい、ね、はい、それとか施設内での過ごし方、この期間自分はどうであったかを自由記入する欄があったりします、はい、もう少しこういうね、まあ、で非行歴反抗歴を罪名、懲役何年何ヶ月、満期日何年、収容年数今はどんだけ、経歴は初犯である再犯である、で 懲罰の回数と内容っていうのは、はい、何かその問題を起こすと懲罰房に入れられる。そうです、はい、でどんな問題を起こしたのかで何回かって書くことある。でこの今回直近その今入っている事件のなった原因になった事件の内容、はい、背景きっかけを書くっていう欄が結構大きいんですね。そうですね。そこを私は見るとその方が自分の事件についてどう捉えているのか、向き合っているか、はい、分かるんですね、見えるかなと思ってます。まあ、中にはあのつらつらと綺麗に嘘を書く方もいるんですけれども、はい、でも見れば分かる。結構私浮かび上がるなって思ってます、はい、でまだあるんです。それ以前の犯罪歴、処分歴ね、もう本当にあの2枚目はそう 在歴に関する、ね、もっと厳しいです。再犯の可能性について自分ではどう考えているか、再犯しないための決意や具体策等っていう自由記入があります、はい、そして自立の計画などを書いたりね、応募についての意向、居住先に関わらず、つまりその、仮釈放の期間が終えてもそこでできれば働き続けたいとか、いろいろ書くこと、ね、書くことがあって、はい、これで3枚ですよ。まだあるんですよ夢、将来の目的という自由記述、そうそう、在住だけじゃなくてね、そういうのもありますよと。でその他、生活資金、その報奨金とか時給数円のがいくらもありますか、はい、その入所あ入あのするまでのこれまでの生活習慣、お酒は、タバコは、それから入れ墨ありの場合、長袖長ズボンで隠れますか、あと指爪、こういうことがあるんですね。あの社長さんのお話でも隠れる入れ墨ならいいよっていうのが、はい、結構ありました、はい、そうです ね、 ね、飲食とかだとやっぱり入れ墨だとがあるとちょっとってなったりしますし、そうですね、指もその中には2本ずつしか残ってないっていう方も中にいるので、そうするともう実質建設とかは無理、難しいですよね、うん、でまああとはあの自動車の免許がやパスポートがありなしだけじゃなくて期限切れっていうのも書くところがあったり、はい、そのいろいろね。で最後には被害者との関わり、被害者の有無、被害者がない、まあ、覚醒剤とかは被害者ないですよね。で被害者への対応で
被害弁償損害賠償 の、 あの残金があといくらあるんですか。です。出所したら払うつもりありますか。でそれ以外にも借金ってあなたあるのってちゃんとここから書かなきゃいけない、はい、いやこの4枚書くの私だったらすっごいなんか辛いし大変だと思います。もう3日かかって書いたなんていうのはザラで、もう中には1ヶ月かかったっていう。それで頑張って、はい、つながって、だけども刑務所に入ることになってしまったような人でも、なんていうかその特殊な人ではなく、はい、とってもとってもあのなんか運の悪い、はい、偶然が重なりしたそういう時間の果てにっていうケースが多いような気がするんですよね。そう思います、うん、だから、大変だけどもこういうのをねまず書いてね。そうですね、ちょっと棚卸しを、棚卸し、自分の人生のこれまでのはい、なるほどね。あのと三宅さんがねどこかでその全部ネタにするっていうことをおっしゃって、面白いことをおっしゃるなと思ったんですけれども、これをしんどい思いをして3日あるいは1ヶ月かけて書いた方々がその棚卸しをし、いつかこれをネタにできるといいですね。ネタにしてその、ま、俺もそうだったよなんて言ってる 社長がいたり、はい、これもネタの一つですね。まあまあそうですね、犯罪はネタにはしてはいけないし、はいはい、ならないんですけれども、そうですね、被害者がいます、はい、そうですそうです、はい、でも内省をして、それで出てから誰かのために、会社のためにとか一生懸命働いて誰かを喜ばせたら、それはやっぱもう価値だと思いますし、そうですよね。決済企業さんは別に安く労働力を買いたいとかそういうわけではなくって、そういう人たちの方が覚悟を持って普通の人よりも一生懸命働くっていう風に価値を見出している企業も何社もあるんですよ。なるほどね、はい、ネタっていうのは、まあ、私自身もその非行歴があるんですけれども、まあ、今は講演であのそれを話したりして、まあ、それはまあネタにしちゃいけないんだけど、はい、でもロールモデルとしてお話しする場合はあるわけですよね。そうです ね、 ね、だからなんていうかその特殊な人々ではなく、私だっていつそうなるかわからないし、あの 私たちの隣人なんだっていうことが一つ、はい、それからそうなんだけれども、例えばその最初にお話になったあの17歳のだった方、虐待とか育児放棄とかそういう本当にその劣悪な環境の中であのもがいて生きてきて、その結果少年院とかにつながってしまったとかいう場合もあるし、はい、その教育の機会をあの持ち得なかった人たちもいるし、はい、あるいはその、あの、なんていうんですか、発達障害のようにこの文字が読めないっていう障害ってありますよね、ディクレシアって言いますけど、はいはい、そういうのの方々もあのいるって聞いたんですけど、だからその私たちの隣人であ あるし、しかもそのものすごく劣悪な環境あの条件を背負ってしまった人っていうこともありますよね。そうですね、発達障害とかあの精神障害があるってされてる人はデータでは半数近くだったように思うんですけど、でもあの業界の関係者がの抱えてる印象としては8割9割近くそういった 何らかの障害をみんな持ってる感じするよねってよくそれは言いますね。
から、だからそういう人たちがいるところは、いるべきところは刑務所じゃなくて、別のところだ。でそういうそのなんていうか、本当に運が悪く虐待されて育ってなんていう人々が、だけどもその一歩踏み出す、刑務所入っちゃったけど、でもその次から一歩踏み出すっていう時にね、こんだけいっぱいその、うちに任しとけってね、ガーッて笑ってる社長さんたちがいっぱいいる。でそういうふうに踏み出していただきたいと思うんですけれども、三宅さんはそのこういろんなお話をするっておっしゃいましたけれども、はい、そのアドラーの心理学のを応用したようなことをやってらっしゃる。はい、アドラーだけではないんですけれども、はい、その生きやすさをこう学ぶのには、うん、アドラーはツールとしては一つ有効かなって、はい、アドラーっていうのはまあ、20世紀の初めの 頃のウィーンの精神科のお医者さんですけども、まあ、アメリカに移住なさいましたけれども、そうなるほどって思ったんですよ、アドラーっていうんでアドラーと最初フロイトがね、ズイグムンフロイトが一緒に研究してたんだけれども、たまたま分かつんですね。それでフロイトっていうのはその精神的にこうなんていうか辛い人を分析して、それはねあなたが子供の頃に受けた、親から受けたトラウマが原因なんだってこう言うわけですよね。みんなそれに親子関係にこうしちゃうわけで、トラウマだっていう、うんうんうん、そうするともうそれってどうしようもないじゃないですか。そんなことしたら絶望ですよね。でもアドラーはあなたはその過去のことなんて、 あなたの過去は今のあなたを規定していませんよってフロイトと真逆のことを言うんですよね。そうじゃなくて、今あなたにはあなたと今とこれからしかありません、それがあなたを決めるんだっていう、はい、それでなるほどねって思ったんですよ。そうですね。ねえ。だから過去、その過去にあったそのこのことがあったせいでこうなったとか、親のせいでこうなったとか、それをそのこのおかげで例えば人の痛みが分かるようになったとか、やっぱそうその置き換えていったり、なるほど、そこに感謝できたりとか、そういうなんかアドラーだけではなくって、今量子力学とか学んでいて、あ、そういう例えを使って、はい、村松大輔さんって人が結構今有名で、今はそこで学んだ知識を結構伝えたりしていますね。確かにこの生き方さ、あるいは生きることのこうスキルを身につけることができなかった人ですですがやらかしてしまったっていうことが、こう刑務所につながっちゃったりね、まあ、する場合が、別に前科前歴なくてもみんな、はい、うん、そうなんですけど、ね、普通に、うん、はい、本当本当そう、はい、その意味でも隣人ですよね。ただこの人たちは犯罪というものを犯してしまった、はい、でそれには向き合ってもらいたいっていうその願いがこの歴史にもありますけれども、でもそういう人たちをなんていうか、もう一歩踏み出す、これから新しく一歩踏み出すチャンスをね、はい、提供しておられるという、はい、なんていうか、あ、それってなきゃ困るで言われてみればそう思うんですけども、なかなか思いつかないことを、そしてもう6年目、はい、になってらっしゃる、素晴らしいです。もう人を、目の前の人を変えることなんて私はもう到底できないって思っていて、ただもう自分にできるのはきっかけを作ることだけ、
なんか講座でも変えられるなんては思ってないけれども、なんかこう種まきが、うん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 、できたらなと思ってます。この中の何人かでもこのことがちょっとなんかきっかけになって気になって、こうそれがこうですです、いつか芽を出してくれるといいなみたいな感じですよね、はいはい、人を変えるなんておこがましいですよね。おこがましい本当に、ね、でもね最初そう思ってやってました。あ、そうなんですね。それで失敗なさったわけ、ね、はい、ですね。わかりました。いやもう本当にね、あのかけがえのないお仕事だと思います。雑誌などで何度か三宅さんをね拝見して、いつかお会いしたいなと思っていたので、ありがとうございます。今日は本当にあの嬉しく思います。ヒューマンコメディ社サイトがあるんです。ぜひぜひここね訪れてみてください。それでこの、 あの最新号はこのサイトから全部読めるんです。面白くってね、全部私読んじゃいました。ありがとうございます。今日は本当にあの私いろんなことをあの感じたし考えました。貴重な時間をありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ここまで見てくださってありがとうございます。ぜひチャンスあのサイトからご覧になって、全国の社長さんあの求人広告出してください。よろしくお願いします。それからあの今は入所している人はこれ見て いないわけなんですけれども、このチャンスから職を探してみようかなって思われる方がいらっしゃいましたら、ぜひ三宅さんのところにあのご連絡ください。その入所経験がありとかいう有資格者でなくてもいいそうです。ここまでご覧くださってありがとうございました。私たちデモクラシータイムズは皆さん個人個人のカンパで運営しております。今年はなんと赤字に転落してしまいました。今回面白いと 思われた方いらっしゃいましたら、カンパの ほどよろしくお願いいたします。